どうも皆さんこんにちは、呼びゆなです。どうも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 、あと愛犬のもずくでございます。なんかクークー泣いてたので抱っこしてます。皆さん気づきましたか？私黒髪にしました。冬になると黒髪にしたくなるのか、すごい黒くしたくなって黒髪にしました。あと21歳になりました。おめでとうございますって自分で言っとく。ありがとうございます。ぜひ21歳の呼びゆなもよろしくお願いします。はい、ということで今回はですね、今年買った冬物の紹介をしたいと思います。それでは行ってみましょう。レッツゴー。私の働いてる古着屋さんのスリフト東京で3900円ぐらいで買いました。カラフルでめっちゃ可愛いなって思って買いました。襟襟になっちゃうけど、これはデニムとかで合わせていきたいなって思ってます。続きましてはデニムジャケットですね。これ見覚えありませんか？前の動画のセイバーズ行った時に買ったやつで、だからセイバーズで買ったので1000円ですね。刺繍がすごい可愛くて即決で買いました。これ1000円ってやばいよ。デニムオンデニムとかでデニム合わせをしたり、ミニスカートとか合わせて履きたいなって思ってます。続きましてもセイバーズです。これは白のデニムジャケットですね。一応リーなんだけど、これも1000円でした。白がこんななんか綺麗な白のデニムジャケットってそんな見なくないですか？上も白で下も白で合わせたり、黒のスキニーとかで合わせたり使ってます。これもセイバーズで買ったアウターです。本当に愛用してる。なんかこういうカーキ色のアイテムってめちゃくちゃ好きで、私なんか1枚羽織るだけですごいおしゃれさん要素が出るんで、ね、おしゃれに頑張りすぎてなく、気抜いてるわけでもなくってぐらいのおしゃれになる。ちなみにこれもセイバーズだったので1000円でした。ここから展示会でつけたものです。ジュエティとハローキティのコラボニットです。これは本当に可愛くて、袖にキティちゃんがいるんですよ。この前私も着てたんですけど、でもね、展示会でつけた時私髪の毛ピンクでロン毛だったんですよ。だから絶対似合うと思って買ったんだけど、なんせ今黒髪ショートじゃん。これ着たらマジ幼くなるよね。あんま着れないんだけど、まあインテリアとしても飾っとくだけで可愛いので、これは超おすすめです。これはジュエティで8000円プラス税。ぜひ気になった方ジュエティチェックしてみてください。はい、続きましてもジュエティですね。まだタグを切ってないんですけど、ジュエティのダウンジャケットです。赤とね、黒があるのかな、確か。私は派手な黄色にしました。ちょっと丈の短い感じがすごいね、使いやすいと思う。これほんと可愛い。もうちょっと冬になったらこうやって着たい。可愛くない？これで 11,880 円です。みんなダウン欲しい人はジュエティチェックしてみた方がいいと思います。はい、続きましてもダウンです。これもめちゃくちゃ可愛い。こちらはミルクフェドのダウンジャケットですね。でチェックになってます。緑と青のチェックってこんな可愛いんだって思うぐらいこのチェックに惚れて展示会でつけました。これもね、早く着たいな。うわ、可愛くない？色合いがね、マジで可愛い。なんか赤緑のチェックってよく見るかもだけど、青緑って私そんな見たことなくて、これは可愛いと思う。値段ちょっといくらか忘れちゃったので書いてきますね。はい、続きましてもこちらはミルクフェドです。これもチェックです。やっぱチェック好きだな。これは結構大きめでシルエットがすごい可愛かったので買いました。私は青のチェックにハマってるっぽい。本当に色合いも可愛いし、なんか質感も可愛いし、大きさも可愛い。私はこんな感じです。はい、では続きまして靴ですね。ナイキとプーマ、これ新しくおニューでゲットしました。こっちは友達に誕生日プレゼントで買ってもらって、こちらは DJ をしたレセプションパーティーの時に DJ をしていただきました。これね、すごいんだよ、このプーマのここが毛になってる。アトモスとプーマのコラボかな。最近私スニーカーめっちゃ履くこと多くて、もうスニーカーの落差に気づいてしまって、スニーカーしか履いてないんですけど、たくさん愛用してきます。これはい、じゃあ次ではラストはこちらです。ヒール、ちょっとしたヒール。こちらはリルリリーの展示会でつけました。めちゃくちゃ可愛い。もうデザインが可愛すぎて、ただただ可愛くて買った。多分自分が似合うかどうかよりかは、もう可愛い、デザインが可愛すぎて買いました。これいくらだっけ、ちょっと値段書いておきますね。でこの間友達の結婚式に行った時にこいつは使いました。多分普段では私あんまり履かないと思うんですけど、そういうパーティーとかで買うと思います。私が今のところ2018年買った冬のアイテムでした。どうだったでしょうか？皆さん参考になったらぜひぜひお揃いで買ってみてください。服がありすぎてもうやばくて、次の動画が次の次の動画ぐらいでフリーマーケットをやると思います。皆さんお楽しみにしててください。はい、今回も動画見ていただきありがとうございました。ぜひコメントといいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。今年中には1万人いきたいです。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。